リーです。今日も世界のお供どりを紹介していきましょう。コロンビアの国鳥アンデスコンドルさん、岩棚から巨大な羽を一振りするだけで飛び立てる飛行の名人。雄大なアンデスの山々をゆっくり飛び回る姿が目に浮かびますね。コロンビア行ったことないけど。アルゼンチンの国鳥セアカカマドドリさん、カマドドリさんはお家を作るのがとっても上手。名前の通りかまどの形のお部屋は頑丈で、ひなたちにとっても天国なんだろうな。ペルーの国鳥アンデスイワドリさん、鮮やかなオレンジ色の冠と上半身がとっても印象的な鳥さん。レッコと言われるお見合い会場で女の子は結婚相手を見つけるんだよ。すごいよね。イラクの国鳥イワシャコさん、灰色の背中で目から首元にかけて黒いラインがキュートな鳥さん。丸くて小さな体を生かして敵が現れるとその場にうずくまり、忍者のように気配を消して風景に溶け込みます。アゼルバイジャンの国鳥オジロワシさん、お隣のジョージアの国鳥でもあります。こちらはカスピ海に面しているので、海に面しているジョージアのオジロワシさんとは違うお魚を食べてるのかな。トルコの国鳥ワキアカツグミさん、背中が茶色でお腹側が白地に赤茶色のまだら模様になっている小さな鳥さん。地上をピョンピョンホッピングしながら移動するのはとっても可愛いのです。アルメニアの国鳥コウノトリさん、背が高く沼の中の魚などを捕食する鳥さん。日本では数が減って特別記念物になってるけど、アルメニアのコウノトリさんは国鳥として大切に保護されてるのかな。ジンバブエの国鳥三色海ワシさん、スマートでお魚が好きなワシさんです。水辺にお家を作って繁殖期にはオスとメスが絆を結ぶために空中で一緒に宙返りをするんだって。アクロバティックだ。南アフリカの国鳥ハゴロモズルさん、全身淡い青みがかった灰色のスマートな鳥さん。黒の長い風切り羽がまるで天女の羽衣みたいに見えることが名前の由来みたいです。日本でもいろんな動物園で見ることができますよ。ウガンダの国鳥ホオジロカンムリズルさん、頭に素敵な金色の冠を持ってます。他の鶴さんと違って木に止まることができて木の上に巣を作ります。でもご飯は地上で探すのが好きみたい。こんな立派な冠を持った鶴さんがやってきたら地中の昆虫もびっくりしちゃいますね。エリトリアの国鳥ホオジロエボシドリさん、背中から顔にかけて綺麗な緑色で目の周りとくちばしは明るい朱色、そして頭にちょこんとエボシをかぶったおしゃれな鳥さん。お目目がクリッとしてて思わず乱れちゃいますね。南スーダンの国鳥三色海ワシさん、なぜ三色って名前かというと、頭と胸が白、胴体が赤褐色、そして翼と尾羽が黒で三色なんですって。俺、くちばしの根元と目の周りは黄色なんだけどな。まあ、いっか。以上、世界のお供どり紹介でした。